シートベルト。シートベルトとは、乗員の体を座席に拘束することで、座席外へ投げ出され負傷することを防ぐための、ベルト上の安全装置。自動車のほか、飛行機、ロケット、ローラーコースターなどの乗り物にも付けられている。安全ベルトとも言う。ここでは主に自動車用、シートベルトについて記述する。自動車が衝突するとき、また、 衝突を回避しようとブレーキをかけたりハンドルを切ったりするとき、体には急激な減速、加速による大きな慣性力が加わる。その際、体を座席に固定していないと、体が自動車の内部、ハンドルやフロントガラスなどに衝突してしまう。また、体が車外に放出してしまう危険性もある。シートベルトが普及する前の交通事故においては、 フロントガラスやハンドルに顔面を強打した被害者の方法手術が頻繁に行われているなど、軽度の衝突でも被害が大きかった。それを防ぐために、シートベルトで、体や、チャイルドシートを座席に固定する。現在の自動車の主流である三点式、シートベルトでは、ゆっくりと引けば、ベルトを引き出せるが、一定以上の勢いで引っ張るとロックして引き出せない、L は、 エマージェンシーラキングリトラクター、非常事故定及び巻き取り式。車両が事故を起こした時、乗員は完成の法則で進行方向へ飛ばされそうになるが、それをロックした状態のベルトが支えてくれるわけである。また、近年は、車両に一定以上の衝撃が加わった場合に事故と判断し、火薬などにより瞬時にベルトを引き上げることで、 さらに上半身をシートに強く拘束し、鎖骨を骨折させることで衝撃を吸収、鎖骨以外の部位の怪我を最低限に抑え込むようになっているものもある。これをプリテンショナー機能といい、多くの場合、ロードリミッター機能、拘束による上位への負担が一定以上かは、ないように調節を行うものと組み合わされる。なお、シートベルトは、腰ベルトは骨盤に、 三点式の肩ベルトは鎖骨にかけるようにする。シートベルトの機能は、これら骨盤や鎖骨を支点として、ベルトの張力の範囲で衝撃の大部分を吸収するのであり、人体と接するベルトの面での衝撃の分散吸収は、あくまで補助的なものである。例えば腹部にベルトをかけていると、シートベルト外傷を引き起こす可能性があり、 内蔵などは比較的簡単に破裂してしまう。自動車についている他の安全装置にはエアバッグがある。しかしエアバッグは SRS サプラメントルリストレイントシステム補助高速装置、エアバッグという名称の示す通り、あくまでもシートベルトを補助する装置であり、シートベルトと併用することで効果を示す設計となっている。事故に遭わなくても、 自動車に乗車している時には乗員に色々な衝撃が加わることがある。例えば、カーブを曲がるとき、ブレーキをかけたとき、加速をしたときなどに、歓性や遠心力で体が前後左右に揺れることがある。そのときに体が固定されていないと、必要以上に揺さぶられてしまい乗り物酔いを引き起こしやすくなる。また運転手の場合は、なおのことで体が動いてしまえば、 その分身体と各種インターフェースとの位置関係が変わってしまうため安定、確実な操作ができず全運転に支障をきたす。それを防ぐ意味でもシートベルトで体を座席に固定する必要がある。1899年イギリスのロンドンでダイムラーの自動車による事故で乗員二人が放り出され死亡したことがきっかけとなりシートベルトが開発されたと言われている。 それを橋とした開発は1903年、フランスの技術者であるギュスターブルボー、グストブリスイアラボーにより、シートベルトの原型である、高い背もたれと交差式ベルトからなる、自動車等防御用ベルトというものの開発へと至ったという。シートベルトが初めて自動車に搭載されたのは1922年で、ある。当初は競技用自動車に任意で取り付けられていた。 一般の乗用車への採用は1946年のタッカーとオピードであった。シートベルト普及の契機はアメリカで1966年7月1日に成立した連邦交通車両安全法であり、同法に基づいた連邦自動車安全基準により1967年3月1日から義務付けている。シートベルトの形態としては二点式シートベルトが 一般的であったが、1959年ボルボが三点式、シートベルトを発明し特許を取得した。しかし、安全は独占されるべきものではないという考えから、ボルボはこの特許を無償で公開した。このおかげで、三点式、シートベルトは、全世界の自動車についている装置となった。代表的な三点式の他にも、二点式、四点式、五点式、六点式が、 ある。一部の高性能スポーツカーには4点式の採用例が見られ、現在のレーシングカーには6点式、シートベルトが使われる。2点式は自動車の後部座席や飛行機の座席に用いられているが、事故の際に腰の部分への負担が大きく、上半身の保護能力も期待できないため、最近では自動車の後部座席については3点式が主流ある。義務化している国も多い。 海一などのフォーミュラカー、はま型ボディから4つの車輪が飛び出した、数と乗りレーシングカーでは、1960年代末まで、シートベルトが義務化されていなかった、乗用車改造マシンのレースでは出に義務化されていた。フォーミュラカーは、運転席が狭く、事故で火災が発生すると脱出が困難になりやすいと、され、焼け死ぬよりは車外に投げ出された方が、安全と考えられていたから出る。 しかしフォーミュラカーにおいてもシートベルトを装着する方が安全と認識され、1970年代以降、シートベルトは絶対的な義務となっている。シートベルトが窮屈だという理由で装着しない人がいる。そのため窮屈にならないように、ベルトを装着した時にだけ巻き取りバネの力を弱めて、窮屈感を和らげるシートベルトが開発された。このタイプのシートベルトは、 テンションレギーファー、レデューサー付きシートベルトと呼ばれ、一部の高級車に装備されている。衝突時に帯が緩んでいる場合には、乗員を拘束する性能が低下するため、衝突の際にたるんだ帯が締まるような仕組み、火薬を使うを持つシートベルトが開発された。このタイプのシートベルトのことを、プリテンショナー付きシートベルトと呼ぶ。さらには衝突後、帯に入る荷重が、 設定過重になると帯が伸び出しエネルギーを逃がすタイプのシートベルトも開発されている。このタイプのシートベルトをロードリミッター付きシートベルトと呼ぶ。プリテンショナーとロードリミッター付きシートベルトの開発により衝突時の乗員に対する安全性は飛躍的に改善された。自動車ではチャイルドシート固定機能付きシートベルト一杯に引っ張り出してから収納すると 完全に収納するまでは収納のみ可能となり、ベルトが一定の位置で固定されるも開発され、後部座席に取り付けられている車種が多い。ストラップ、固定用、バックル、リトラクター、ベルト巻き取り装置、アンカレッジ、車体からの取り付け具の一切の装置。いわゆる、シートベルト全体を指す。いわゆるシートベルトのベルト部分、着用車をベルトにより固定。 解放することができる装置。バックルは、鉄板やウェビングなどを使ったベルトの先端部に、組み込まれ、主にラップ、ショルダーベルトのタングと結合する装置。ストラップ、ウェビングの一部または全体を収納することができる装置。主に、引っ張り強さに優れたポリエステル繊維を編んで、帯、ウェビングを作り、金属製タングに通す。このタングを座席、または床に取り付けられた。 受けが金かなバックルへ挿入して固定させる。帯の単純引っ張り強度は 30kN 程度あり、普通乗用車1台を吊り上げるのに十分な強度がある。シートベルトを着用する際の安全性と快適性の向上のために様々な機構が開発されている。運転者席や助手席のシートベルト装着を換気するための装置。助手席用のものは、 助手席が無人の時には作動する必要はないため、普通はシートの下に重量センサーが取り付けられており、人が座った重みでセンサーが作動して着席していることを感知するようになっている。そのため、助手席にスーツケースやスーパーの買い物袋など、ある程度の重量のあるものを置くと、座っているのが人でなくともその重みで作動して警報を鳴らしてしまうこともある。 日本では道路運送車両の保安基準第22条の3第4項により乗車定員10人未満の普通自動車、小型自動車、軽自動車に装備が義務付けられている。シートベルトの着用を容易にするための装置、安全性の向上にも利用される。日本においては車両へのシートベルト設置について道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準、 昭和26年日、運輸省令第67号で定められている。二点式が第一種座席ベルト、三点式が第二種座席ベルトとして規定されている。従来、シートベルトは高級車におけるオプション装備という位置づけだったが、欧米でのシートベルト設置義務化の動きを受けて、道路運送車両の保安基準を改正、1969年。 昭和44年4月1日以降に国内で生産された普通乗用車、定員10人以下、軽自動車を除くは、運転席にシートベルトの設置を義務付けられた軽自動車については、同年10月1日生産者ら。このシートベルトの設置義務は運転席についてのみであったが、シートベルトの設置用金具については全席に義務付けられており、1973年、 昭和48年12月1日以降の生産者には助手席1975年昭和50年4月1日以降の生産者には後部座席にも設置が義務付けられた当初は腰部で体を固定するいわゆる二点式シートベルトが一般的であったが後に胸部も固定する三点式シートベルトが普及した1975年 昭和50年4月1日以降の生産者の運転席、助手席には基本的に3点式、シートベルトの設置をすることとされている。ピラーのないオープンカーなど一部の車については例外として2点式、シートベルトが認められていたが、1987年、昭和62年3月1日以降はその例外もなくなっている。1994年、 平成6年4月1日以降は、後部座席の側面席、2012年、平成24年7月1日以降は、すべての座席を三点式、シートベルトにすることと定められた。なお、定員11人以上の普通乗り合い者、バスについては1987年、昭和62年9月1日以降の生産者に、運転席にのみ三点式、シートベルトの設置。 2006年、平成18年10月1日以降の生産者に、助手席の点式、シートベルトの設置。2012年、平成24年7月1日以降の生産者に、後部座席、補助席を除くの3点式、シートベルトの設置、同時に着用が義務付けられている。なお、日本の放棄成場、シートベルトは、平常時には、乗員の各種動作を阻害しないように、 ベルトが自由に伸縮する機構が必要である。そのため、装着時に完全に体が固定されてしまう、主に4点式以上のアフターマーケットパーツの、シートベルト、レース用途などの競技用、シートベルト、レーシングハーネス等に関しては、その極限用というえの安全性は高くても、上記法定条件を満たしていないため保安基準には、適合せず、車検にも通らない。 純正のシートベルトを残していれば車検は通るが、後部座席がある車両では、後部席区画に、見物トラップが通るため乗車定員を変更しなければ、車検には通らない。行動では純正シートベルトの方を着装しなければ、ならず競技によっては純正シートベルトの上から、レーシングハーネスを両方装着することが、競技車両規則で義務付けられている場合もある。日本において、 乗員のシートベルト着用については、道路交通法により定められている。反則金の負荷が当初検討されたが、法律の事故決定権への侵害への配慮と、他方、自殺、自傷行為について、負荷罰との整合性から国会で討議された結果、見送られた。百七十一年、昭和十六年六月二日施行の、改定道路交通法より、運転席、 助手席でのシートベルト着用について努力義務を課していたが、着用義務の法制化について国会に多数の陳情が寄せられるように言ったことから、1985年、昭和60年9月1日施行の海底道路交通法により、自動車高速道、自動車専用道において、全席、運転席、助手席でのシートベルト着用が罰則付きで義務付けられた。 一般自動車道については1992年、平成4年11月1日から。なお、着用義務については傷病、あるいは業務上の特段の理由がある場合は、適用が除外されている。2007年に道路交通法が改正され、2008年6月1日から一部の特殊な例外を除いては、従来、勤めなければならないとされていた。 後部座席のシートベルト着用が、運転席、助手席と同様に義務化された。これは、被着用者の致死率は着用者の約4倍、被着用の場合、後部座席同乗者が全席乗員に衝突することにより、全席乗員が頭部等に重傷を負う確率が着用の場合の約51倍も増大する、といった調査結果に対し、 後部シートベルトの着用率の低さが問題となったことが理由である高速道路におけるシートベルト着用率は運転席98.2%助手席93.0%に対して後部座席12.7%諸外国の場合多くはすでに後部座席同乗者にシートベルト着用が義務化されており日本でも義務化に踏み切ることとなった これに違反した場合運転者に対して違反点数1件の加点処分が課せられる。なお、警察庁の方針として義務介護も当面は注意程度に止めるとしていたが、その後に実施した調査の結果、着用率が大幅に上昇したことを理由に2008年10月以降は加点を伴う取締りがされるようになった。バスの乗客の非着用についても、 高速道路及び自動車専用道路では運転手に加点対象となるため各バス会社は座席にシートベルトの設置及び乗客へのシートベルト着用の呼びかけを行っていい高速道路及び自動車専用道路以外では反則点の対象になっておらずまた高速道路等自動車の最高速度が時速 60km を超える道路を走行しないバスには 道路運送車両の保安基準により、運転席及びそれと並列の座席以外への装備が義務付けられていないため除外される。なお、高速道路等を走行しないバスと同等の構造でありながらやむを得ない理由によって、高速道路等を走行する路線バスにおいては、車体後部への保安基準の緩和表彰の掲示と、最高時速を60キロ程度に制限することによって、 必要最小限の経路の通行が認められている。また、立石乗車さえ禁止すれば、新生時にシートベルトが装備されているかどうかに、かかわらず、これらの制限を回避できるため、南海バスの境、南高線や三重交通の上の天理線などでは、十分な座席数を確保した高出力エンジンを搭載している、路線バス車両を限定運用に充てることで、 運転時間の短縮とバリアフリー化の両立を実現している。2011年、OFIA、国際自動車連盟が世界約100カ国のシートベルト着用義務状況を調査したところ、ほとんどの国で着用義務が定められていた。ただし、内容については義務を全席のみに留めている国や、アメリカ合衆国などのように州ごとに着用義務の有無が異なる国もある。 素材の項に、戦術の通り、シートベルトのストラップは、とても頑丈にできているが、その頑丈さが、事故の際の脱出や救出に障害となる場合もある。切断にはナイフが必要。ハサミでは、刃が立たない。そのため、近年では、シートベルトを切断するための専用ナイフ、シートベルトカッターと、窓、強化ガラスのため素手では、割れず、同じく救出や、 脱出の妨げとなる終わるためのレスキューハンガセットになっている。非常用の脱出工具が市販されており、自動車のピラーや床などに取り付けることができるようになっている。ただし、取り付ける方法によっては裏側に隠れた配線などを付けてしまう可能性があるため、自動車販売店に相談をした上で取り付けることが好ましい。なお、シートベルトを切るときには、握りの下に付いた刃を使い、 窓を割るときには、反対側にあるハンマー、通常のハンマーと異なり打撃面が鋭利な、円錐型になっており、サイドウィンドウなら、一撃で破壊できるを使うようになっているものが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。